こんにちは、パーソナルトレーナーの岩田です。岩田聡です。それではですね、今日ご案内する、トレーニングはソフトギブのボールを使って、下半身の安定性を作るトレーニングになります。どうしても立ち上がりの時に力がぐっと足元に入らない方はですね、このトレーニングがおすすめになりますので、一緒にやっていきましょう。はい、それでは、ボール踏みをですね、今度は、座った状態で行うエクササイズをご案内します。このようにボールを置きます。で、ボールの置く位置はですね、膝の真下にボールが来るようにしましょう。姿勢を正していただいて、ちょうど立つ時にグッと足をですね、床に向かって押すような、そんなイメージで行っていきます。ぐーっと体重をボールの方に寄せていただいて解放してあげます。ぐーっと寄せていきます。で、この時にですね、ポイントです。こうぶれてしまう方いると思いますが、ここが一つポイントです。ボールで踏むことによってこの安定性が出てきますので、しっかりとまっすぐ踏んで、ぶれないように注意していきましょう。ぐーっと。で、この時に手でグッと押したりしないように、足の力、お尻の力だけでやるように意識しましょう。ふーっと息を吐きながらやっていきます。はい、こんな具合にやってみてください。はい、いかがでしたか。ボール踏み少し難しかった方もいらっしゃったかと思います。ボール踏みをですね、やることによってどうしてもこう不安定な状態が作られます。不安定だからこそですね、安定した関節が作れるんですね。不安定な環境というのは今日常生活であまりないかと思いますが、こういった環境をわざとですね、作りながらトレーニングするというのも一つ手なんですね。ぜひですね、こういったボールがもしお手元になければですね、これまあ、インターネットの中でも、簡単に手に入りますので、一度購入していただくといろんなトレーニング方法がですね、生まれていいのかなと思いますので、皆さんやってみてください。